2月21日2012年です。今日は大和君、そして社長さんと一緒にアスペンマウンテン、どうもお世話になってます。はい、アスペンマウンテン別名 A ジャックとも言うんですけども、ここで標高何メートルなのかな、忘れた、ちょっと調べましょうね。ここでね、1100、いや11200だから、3300ちょっとですね。そうですね、3400メートルぐらいですかね、標高が。気温マイナス6度ぐらいですか。マイナス6度ぐらいですね。全然暖かいです。これからちょっと晴れそうなんでね、ちょっとアスペンマウンテン午前中だけなんですけども、滑り倒したいと思います。よろしくお願いします。行ってきます。はい、幻のクリスティやっと見つけました。最初の1本目ね、ここに行こうと思ったんだけども、入り口が分かんなくて。入り口こんなんだもん、わかんないよこんなの、ね、だけどまあここ滑ってみましょう。行ってきます。ジミーさんが降りてきました。硬いっすよ。ほほほほほおお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 これ今この角度この角度この角度さあ、ヤマト。大丈夫か。切りぶつかりました。骨折れてないな。骨折れてないな。オッケー。ジミさん、降りてきました。おぜこすね。いいですね。いやー、やらかそう、いいな。おお、しゃぶれた。やばい、これ。もう一番良かったですね。いらっしゃ、今日最高のパウダー。そう、ということで今日はアスペンマウンテン滑りましたけど、アスペンマウンテンの締めくくりはやっぱりこのマリリン・モンローですね。この赤いブラジャーが何とも、はい、そしてその下にはエルビスもいます。はい、アスペンマウンテンお疲れ様でした。エルビス、エルビスかっこいいっすね。それはマリリン・モンローってエルビスだもん、最高よ。これ朝日山と入れていいですか。朝日山と